世界が気候変動対策に乗り出し、カーボンニュートラル社会の移行を目指す中、産業界から注目されているのが日本のモビリティカンパニーの動向です。今日は日本のモビリティメーカーの中でいち早く脱エンジン宣言をしたホンダのビジョンについて詳しくクイックに解説していきます。人々に移動の喜びを提供したいという熱い思いでバイクからジェット機まで幅広く乗り物を作ってきたホンダだからこそのビジョンと技術があるようです。ホンダの目指すカーボンニュートラル社会を理解するためのキーワードがホンダ e-MaaS 構想です。 e-MaaS とは MaaS モビリティアザサービスという考え方にエネルギーの E を掛け合わせたものになります。端的に言うと再生可能エネルギーと乗り物がつながってクリーンで楽しい人々の移動が実現されている社会です。こちらをご覧ください。一旦実現可能性を脇に置いてホンダが目指す社会の在り方を一緒にイメージしてみましょう。時は2050年。太陽光や風力をはじめとする再生可能エネルギーを源として EV や電動二輪が街を走っています。ユニークなのはそれぞれのモビリティに搭載されている蓄電池が再エネを運んでいるということ。走る必要がないときは別の乗り物に電力をシェアしたり、余った電気を家庭内で使ったり、災害時には電力不足で困っている人たちに電気をシェアすることもできます。これがホンダ e-MaaS がざっくりイメージしている世界です。私たちはこれまで化石燃料を燃やして CO2 を大量に出すことと引き換えに移動する喜びを享受してきました。ホンダが目指すホンダ e-MaaS 構想では移動する喜びをそのままに再生可能エネルギーをベースとした循環型カーボンニュートラル社会を目指すと言います。ホンダ e-MaaS 構想が描くクリーンで理想的な社会を一体どう実現するのか。鍵となるのは電気、水素、カーボンの3つです。まずは EV などでおなじみの電気エネルギーです。これまでエンジンなど内燃機関で動かしてきたバイクや自動車といった乗り物を電気で動かせるようにしていきます。もちろん EV をどんなに作っても充電するための電力が化石燃料由来では意味がありません。国全体で再エネシフトが不可欠だというポイントを補足しておきます。2つ目は水素エネルギーです。世の中には二輪、四輪よりももっと馬力が必要な乗り物もあります。例えば商用の大型車や船舶などです。こうしたモビリティでは水素を活用していきます。水素は再エネから一度電気を作り、そこからさらに水素に変えなくてはならないので効率が悪いとも言われる一方で、実は電気よりもエネルギー密度を高くキープできるというメリットがあり、大型の乗り物や長距離走行に有利です。また電気よりも保存が効きやすいので太陽光などの再エネが余ってしまった際のバッファーになることができるというメリットがあります。そして3つ目がカーボンです。例えば飛行機のように水素や電気ではパワーが賄いきれず燃料が必要な乗り物もあります。この時どうしても排出してしまう CO2 をトータルでプラマイゼロにできるような技術開発が行われています。ホンダが10年間にわたり研究開発を続けてきたドリームと呼ばれる藻には光合成によって CO2 排出のプラマイをゼロ以下にしてくれるバイオ燃料の原料となることが期待されています。EV という言葉がバズワード化してくるとつい EV か否かで考えてしまいがちですが、目指すべきは全てのモビリティが EV 化した世界ではなく、あくまでもカーボンニュートラルが実現された世界。そのために電気、水素、カーボン3つを組み合わせてエネルギーを循環していくことが重要だとホンダは考えているのだと言います。日本メーカーの中で最初に脱エンジンの口火を切ったホンダのビジョンとアプローチを説明してきました。これはホンダさんスポンサードの解説動画なので言い方が難しいですが、率直に私はホンダに大きな期待を寄せています。今から半世紀ほど前の1970年代、
アメリカの厳しい排出ガス規制マスキー法を最初にクリアしたのは他でもないホンダのエンジンでした。アメリカの自動車メーカーがこぞってクリアできっこないといった基準に対し、創業者の本田宗一郎は絶好のチャンスだと現場を鼓舞したといいます。気候変動は本当に待ったなしで、カーボンニュートラル社会への転換は新たな産業革命とも言われています。変革には不安や焦りもつきものですし、技術の問題、雇用の問題など様々な難問が立ちはだかります。それでも苦しい時こそ試されるのが企業の DNA やカルチャーだと思います。ホンダといえばと周囲に聞けばチャレンジ精神という答えが何人からも返ってくるほど定着しているホンダのカルチャー、人類皆で難問に立ち向かう今こそそこに期待を寄せたいと思っています。ホンダストーリーズではそんなホンダのさまざまな取り組みを記事にしているので、ぜひ一度ご覧いただくことをお勧めします。